河原崎静子は日本の女優。初期の芸名は山岸静江など。静子を静江と表記することもある。1923年、帝国劇場付属技芸学校の7期生として卒業。同期に飯島綾子らがいる。1931年、全身座の創設に参加し、山岸静子の芸名で舞台に立ったほか、 1933年以降は、全身座がユニット出演した映画に出演した。1936年、全身座座員の河原崎長十郎と結婚。1949年、日本民主主義文化連盟の雑誌、働く夫人に私の歩いた道を聞こう。1968年、劇団を離れ、数本の映画やテレビドラマに出演。 1971年公開の映画、儀式が最後の出演作となった。静子は、河原崎長十郎と結婚する前、理科学研究所第3代所長、理研産業団創始者で、貴族院議員を務めた、大河内正俊の長男、大河内真尉の妻であったが、真尉が、獄中にいる時、河原崎長十郎と結婚することになった。長十郎との間に生まれた子は、 長男、次男、三男が俳優の河原崎長一郎、河原崎二郎、河原崎健造兄弟である。静子の妹の山岸美代子も女優であり、その娘は女優の岩下島である。ありがとうございます。